はい、皆様おはようございます。では今回もシャイニングフォース3シナリオ2続きやっていきたいと思います。前回ね、クリュエル将軍がなんかバルサモの町を守れと兵隊に命令してたみたいですね。その兵隊を倒してバルサモの町やってきたんですが、何やら井戸が爆発しましたね。もくもくしてます。では早速町の探索から順々にやっていきたいと思います。お、いたいた。熱が下がらないし、歩くたびに力が抜けていくのです。歩き続けると死んでしまいそうなので、こうしているしかないんですが、いつまで耐えていられるでしょうか。彼は、私はご覧のように元気なんですが、仲間が次々倒れていくのを見捨てて町を出るなんて考えられないのです。仲間さえ助かるのであれば、王子のお供をさせていただきますのに。彼は、残念だが手遅れのようだ。さて、どうすれば仲間にできるんだと思うんですが、ここで A ボタンを押し、持ち物、使う。彼女は毒なんですね。神手質は毒消し層を使った。かわいいな。治りました、治りました。なんだ、毒に侵されてたなんて分かってたら、あんな辛いままで耐えなくて済んだのに。初心者ですね、戦闘。我が国の王子に直していただいたなんて、我が家の語り種になることでしょう。どうか私を軍にお加えください。旧騎兵のウォルツがメディオン軍に加わった。メディオン王子は仮面僧たち、ブルザム教についてどう思います？私はブルザム教がこの皇帝誘拐事件に何らかの関係があるような気がします。奴らを追ってみてはどうでしょう。近いな。しかし、そして彼女が仲間になった直後に話しかけると、ウォルツの体が治ったことで私も安心してこの町を出られます。どうか私も王子の軍にお加えください。戦士のロックがメディオン軍に加わった。もしもウォルツの言葉を信じるなら、ダスティの村に行ってみませんか。イエス。今回の事件の前、ブルザム教はダスティに頻繁に使者を送り、ダスティからも使者が来ていました。ダスティの村は盗賊のアジトと言われ、良くない噂の絶えぬ町ですから、行ってみる価値は十分ありましょう。シナリオ1でダスティ村のシラフ一家って言ってましたしね。盗賊の町なんですね。そして、ウォルツの装備は何を装備しているんだ。実はね、幼少期にプレイした時は分からなくてね、仲間にできてなかったんですよ。クオレルか。クオレルね、ちょっとかっこ悪いですよね。防眼。それとちょっとジャスティスと被ってしまいますんで、売却。武器をね、矢に変えてしまいましょう。木の矢。ウォルツ。はい、打っちゃいましょう。まあ、必殺技の追加効果とかも矢の方がいい感じなんでね。木の矢。こっちの方が似合いそうだしね。行こう。ロック毒消しと持ってますやんか、もう。今頃シンビオス様たちはどの辺まで行ったかな、ダンカン。それは分からんがね、トビー。バルサモからはずっと離れただろうな。バルサモの入り口の帝国兵士たちはベネトレイム様を皇帝誘拐犯と。でも皇帝なんか連れてなかったもんね。サラバンドで起きた事件の真犯人はきっと別にいるに違いないな。ベネトレイム様はそんなことを言ってたね。必ず真犯人を突き止めるって。ベネトレイム様のあの言い方はきっと何か心当たりがあるんだよ。おお、気づかずに話してたんですね。バターン入ってきたのに。今の話聞いてたの？確かに俺は共和国軍を逃がした。だけどこの子は違うんだ。この件には何も関係ないんだ。どうか見逃してやってくれ、頼む。何を言ってるの、ダンカン。シンビオス君は僕ら二人で逃がしたんじゃないか。帝国では帝国に逆らう国民はそれは厳しく罰せられるのさ。それが特権階級以外のものだったら。ちょっと待ってくれ。我々は見た通り憲兵隊じゃないんじゃ。君たちにひどいことをする気はない。
帝国軍が不利益な行いをした自国民にひどいことをしないだって。そんな話聞いたことないや。帝国は貴族のためにある国だから、国民は従うことしか許されないのに。こうして直に国民の声を聞くと帝国内の実態がわかるものじゃ。情けない話ですな、メディオン王子。あなたがメディオン王子、平民での女性から生まれたという。おいおい、その話に間違いはないが、初対面の、しかも帝国の王子に、ぶしつけすぎないか、ダンカン。これは失礼しました。だって帝国の王子様が我が家にやってくるなんてこと、いいんですよみたいなこと言ったんでしょうね。メディオン様は我々に近い方だから、僕らのことを許してくれたにしても共和国軍は絶対に許さないよね。シンビオス軍は別ですよみたいな。王子の言われる通り、少なくとも我々は罪のないものを罰するつもりはない。真実を究明し皇帝を取り戻したいだけだ。たとえその言葉が嘘だとしても、帝国軍の者からあんな言葉が聞けるとは、あんたたち本当に変わってるな。確かに帝国の軍部の者の言葉としては変わっとらんとは言わんがの、少なくとも間違ってるとは思わんよ。そういう考えならどうしてシンビオス軍の行方を探すのさ。この事件は帝国と共和国間の戦争にまで今発展しようとしているのはわかるな。もしも事件の犯人が別にいるなら、二国間戦争は避けられるのだよ、トビー。残念ながら少し遅かったようだ。遅かったとはどういうことだ。井戸を爆破しちゃったからね、共和国軍の後を追うことはできないよ。井戸は川向こうの通路の入り口だった。シンビオス軍をそこから逃がしてから思い切って爆破してしまったんだ。あの爆発はそれじゃったのか。シンビオス軍の戦士オブライトさんを、僕の命の恩人を助けるために後を追えないようにしちゃったんだ。今頃はドワーフの谷を抜ける頃だろうな。もうちょっと出会えたのに、まったくなんてことだ。ビビったビビらしちゃダメだぜ。脅かしてごめんよ、トビー。君たちを責めたわけじゃないんだ。シンビオス軍がレイルロード方面へ共和国に向かっているのは明らかだ。我々もその方面に向かえばいいのです。宝箱開いてないね。回収しちゃおうぜ。お、古城遺跡、先ほどの遺跡ですね。で、この辺にあったものはさすがに空っぽですね。シンビオスが回収した後ですね。さて、もうこの町ですることは残っておりませんね。煙は消えちゃったな。うん。じゃあセーブしてから戦闘を向かいますか。さて、では行きますか。ゴー。戦闘ですな。ダスティ村はさっきバサンダが向かった町だと思われます。その途中にある、古城遺跡の地図を持ってますんで、メディオン軍を語る敵軍がバルサモから現れましたぞ。古城遺跡というのがあるんで、そこのアイテムをしっかり回収しましょう。我が軍を偽物呼ばわりするのは一体何者か。クリュエル軍じゃね。違うな。サラバンド騎馬隊の方々、お急ぎを。クリュエル軍を壊滅させた奴らがバルサモを離れ逃げてしまわぬうちに。わ、サラバンド兵また出てくるか。まあでもシンビオス軍も3回目の戦闘はサラバンド兵でしたからな。メディオンたちもいけるんじゃないでしょうか。慌てるな、クリュエル軍。我々が出撃するからには逃しはせぬ。我がサラバンド騎馬隊の先行隊が出撃したまま戻ってこない。それも奴らのためかもしれん。シンビオス軍のせいなんですけどね。グラビー様のお許しもいただいてある。この機会では存分に暴れるがよい。うん。血の気の多い連中だな。おう、なんとも頼もしい言葉だ。クリエル軍に牙を向いた報い、その身で存分に受けるがよい。クリエル軍なんだ、槍なのに。血迷ったか、クリエル軍め。我々をメディオン軍と知っていながらここで葬り去るつもりのようじゃ。今回はロックがいるんで槍も怖くないぞ。我々の行く手を遮るものであるなら、それが自国の軍であろうが戦うのです。それが戦場の掟なのですから。今
一度クリエル軍に我らメディオン軍の手強いことをその身をもって教えましょうぞ。さてさて始まりました戦闘です。ウォルツとロックのデビュー戦ですね。さてどうする。ここ行かなくちゃいけないよね。でここもあーこれちょっと厳しいんじゃないので、ボスがいるとかじゃないもんね。全滅させたら終わりだから、こっちわーって言ってここで回収しつつ、厳しいな。よし、じゃあこっちから行くか。こっちから攻めようぜ。待て、もうちょっと待て。あれさっきまで槍だったのに斧に戻っている。なんだそりゃ。じゃあメディオンでがっつりいっちゃって大丈夫でしょう。メディオンを縦にしつつ、よしで左にウォルツがね、ジャスティスと同じシナリオ1でいうところのジャスティスと同じケンタウロスアッシュなんでね、体がロバなんでちょっと機動力がないんですよね。よいしょ。なんであまり一人で先走りすぎると置いてきぼり食らわせちゃうんでね。メディオン一人で全員相当できそうだな。ちょっとやらないんですけど、それはさすがに。ほらー、バシン、いいね。メディオン強いな。てかレイピアが強いのかもしれない。なんでそっちを狙いに行った。キャンベル、グフ。キャンベルとメディオンにはサブ武器持たせております。キャンベルがスピアで、メディオンにはナイフを持たせております。もし一歩足りねえなーって時とか、盗賊に攻撃する時とか、スピアとかナイフを使おうかなと思っておりますよ。さてじゃあこうかな。これはちょっとないな。こっちだな。攻撃しよう。みんなで経験値を分け与えようぜ。分配しよう。3か、3いけるか。3厳しいんじゃないか。いけ、頑張れ。ダメだ、1しかダメだ。全然じゃないか。キャンベルはちょっとこっち行ってもらって、待機レベルも高いからな。でウォルツで下の方攻撃してもらうか。さあ初めて見るんだよね、ウォルツ。おお、いいな。やっぱ弓の方が似合う気がするな、基本的に。弓兵は棒眼があまり似合わない。ウリュドは待機するか。でロックで倒してもらおう。ロックを見るのも初めてだったりする。こんなんだ。おお、顔怖っ。三日月みたいな。いや、ワクワクするね。シナリオ2からは仲間にしたことのないキャラクターたちも結構いるからワクワクするんだよね。サラバンドナイトは基本的に上からと下から二分してやってくる感じね。下からの人たちはもう完全に出遅れた感じあるけどね。さてさて、古城遺跡の方へ直進したいところではあるが、行こう行こう、どんどん行っちゃおう。足場が悪いぞ。キャンベル、あんま突っ込むの怖い。全員の足並みを揃えて、全員の足並みを揃えて向かおう。よしよしよし。ウォルツがね、やっぱケンタウロス族は足場が悪いと一気に機動力奪われちゃうんですよね、二足キャラと比べて。四足のキャラはそうなんで、ウォルツはそれプラス、もともと機動力がないプラスがっつり奪われちゃうということで、こういうステージはちょっと苦手だったりするんですよね。あれ、キャンベル狙われなかったな。しょうがない、攻めるのもちょっとなんかあれだな。行っちゃうか。いけいけ。お、めっちゃ強い。メディオンがめっちゃ強い。強すぎワロタ。あ、バサンダ司祭の言われた通りだな。帝国内の治安の乱れはますます信仰の度を強めているようだぞ。帝国軍同士サラバンド騎馬隊まで入り乱れて戦いが起きているのでは、とても治安には手が回らぬだろうな。我が、じゃあ今が我々盗賊の稼ぎ時というわけだ。
親分の指示通り各所に伝令を送り、仲間の活動を促すとしよう。あー、びっくりした。もう遺跡行くんかと思ったけど、そういうわけじゃないみたい。え、遺跡入っちゃう？入らないよね。びっくりした、びっくりした。そういう移動方法はないんじゃない？にしても。ブイーン？なんだったんだ、一体。お、お、敵だ。ボスっぽいやつ現れた。あ、ボスだ。こいつ倒したら終わりですね。ティンバーロ。フリーズレベル2覚えとるけど。ちょっと強いな。